5月20日のデイリーダイアリーウェーブへようこそ。パーソナリティの酪農家のたくまです。今日土曜日はですね、僕が配信しているもう一つの番組デイリーダイアリーウェーブプラスの配信日なんですけども、今回4回目ということで、動画じゃないですね音楽番組なんですけど上げさせていただきました。ぜひですね、この動画の概要欄の方から、Spotify の方に飛べますので、聞いていただけると嬉しいなと思っております。でですね、僕の、勝手に決めたルールで、土曜日は Spotify の方で配信をするので、デイリーダイアリーウェーブは、お休みしようかなっていう風に決めておるんですけども、なんか今日ですね、気持ちが高ぶっちゃって、なんか勢いに任して、撮ってみようかなって思って今収録してるんですよね。なんかそれプラスなんかあとショート動画もなんか急に上げたくなっちゃってですね、多分この配信がアップされている頃にはもうショート動画上がってると思うんですけども、ぜひそちらもね見ていただければいいなっていう風に思いますね。で、なんでこんなに気持ちが高ぶっているのかと言いますと、昨日ですね、僕が普段からよく聞いている酪農家の、音声配信番組、これ Spotify でやってるんですけど、楽して生き抜くラジオのコバちゃんがですね、僕が投稿した普通歌をですね取り上げてくれたんですよ。っていうのが、僕がですね、先日楽して生き抜くラジオを前話ちょっとね、ラジオの中ではその1話1話のことを牛乳に見立てて1杯2杯っていう風に呼んでるんですけど、前杯聞き干した、聞いてしまった、飲み干してしまったので、それもあってね、お便りさせていただきました。今日で361杯ですかね、ある中で全部聞いてしまえたので、嬉しくなっちゃってお便り送ったんですけども、そこでですね、僕が送ったお便り をですね、昨日の配信の、テーマとして扱ってもらえたのがですねすごい嬉しくて、やっぱりですね、僕が今こうして音声配信をしている、YouTube を通して音声配信をしているっていうのは、楽して生き抜くラジオのパーソナリティのコバちゃんの影響が結構大きくてですね、このちょっと投稿ですね、毎日聞いてくださってる方お気づきでしょうか、僕最近毎日、配信しているんですよ。もうこれっていうのがやっぱりそのコバちゃんの影響を受けておりまして、なんですかね、もうね、知らない人もいるかもしれないから簡潔に言いますと、コバちゃん毎日投稿してるんですよ。もう1年以上毎日欠かさずやってて、もうそれ見たらですね、僕もなんかもう感化されちゃって、こうやっぱ毎日継続することってやっぱ本当は大変なことなんですけど、やっぱこうやって頑張ってる人がいるのを見ると、なんか僕も頑張りたいなって思って、ただただそのきつくてやってるわけじゃないんですよ、この配信自体を。やっぱ楽しみながら、元はね、やっぱ楽しそうだからやりたいっていうところが先行して始めたわけで、今もその気持ちはですね強いんですよ。やっぱ楽しいからやってるっていうのはあるんですけど、それでも毎日やり続けるっていうのは大変で、最初はですね、1週間に1回ぐらい投稿できればいいかなって思ってたんですけど、やっぱコバちゃん見てるとですね、もう毎日やって、でその結果仲間がですねおばちゃんできて、で音声配信のする酪農関係者たちの輪が出来上がって、で僕もそこでいい出会いができてっていうところで、もうやっぱ毎日続けることの大切さっていうものをですね、もう本当身に染みて感じて、僕もねやっぱそこ頑張りたいなって、YouTube の活動ね、その毎日やっぱ動画を上げるっていうのはすごい厳しいんですけども、音声配信ならギリいけるなって思ったので、そこでね頑張って毎日何かしら投稿するっていうのを心がけて、最近やっております。
はい、なのでですね、これからもですね、毎日何かしらはあげると思います。まあ多分、まあちょっと今日はねイレギュラーな感じで気持ちが高ぶっちゃって、デイリーダイアリーウェーブ投稿したんですけど、まあ普段はね土曜日は Spotify の方で上げるので、まあそれも加味すると毎日上げるようにするよっていう感じで、であとですね、普通の動画を上げた日は多分もしかしたらデイリーダイアリーウェーブこれお休みするかもしれないし、なんかまた気持ちが高ぶって、続けて上げるかもしれないっていう感じなんですけども、まあそんな感じでね、これからも YouTube とね向き合っていきたいなって思って、なんかねやっぱそのお便りを紹介してもらった中で、こうコバちゃんが僕のね動画を配信こう発信することに対してなんかすごい積極的にしてるっていう風に見てくれたので、やっぱそこはね継続してねやっていきたい、見てもらったことがすごい嬉しかったので、やっぱねそこはね頑張っていきたいなって思いました。でできればね登録者増えてですね、一応1000人目標っていう形にはしてるので、まあそこをね行ったらですね、ぜひコバちゃんをですねこちらの番組にお招きしてYouTube の土俵でデビューしていただきたいななんて思ったりは、しておるんですけども、まあそれがね叶うかどうかは分かんないんですが、まあそういうことはちょっとね一つ考えております。なので今はですね毎日継続して頑張っていきたいなっていうふうに思っていますので、これからも投稿していきますから、ぜひリスナーの皆さんにはもしお時間があれば見ていただけるとすごい励みになるので、今後ともこの番組をよろしくお願いしますということをちょっと今日はお伝えしたいなっていうふうに思って、収録させていただきました。はい、というわけでですね、今日は、この辺でおしまいにしたいと思います。で最後ねいつものテンプレのお知らせになるんですけども、この動画の概要欄に、お便り箱の URL を添付しておりますので、この番組のご意見ご感想質問、そして僕の YouTube チャンネルで配信している酪農あるあるのショート動画へのネタ提供、そしてSpotify の方で配信しているデイリーダイアリーウェーブプラスの、曲のリクエスト、これね今日配信したんで次はまた来週の土曜日配信になりますので、ぜひ金曜日までに送っていただけると嬉しいなと思っております。はい、ぜひお待ちしておりますので、どんどんお便りいただけると嬉しいなと思っております。はい、というわけで今日の配信はここまでです。また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。